久保さん、倒産にしましょうか。あの、引きこもりの人が就職できたのはすごいですね。まあ、ただ、まあ、考え方を変えると、社長の考え方は確かにっていうところありますよね。<laughs> どっちで採用した方が、あの、なんだ、この会社の利益につながりそうなのかっていうね。まあ、正社員で採用され、した方が、めちゃめちゃ感謝されますよね、多分。鬼のごとく。うん もちろんね、まあリスクもありますけどね。ずっと社会経験なかったから、本当にやれんのかっていうところはあると思いますけども、まあ多分並々なる思いで就活もしたと思うんで、まあ、そうそういう考え方ができるっていうのはすご、すごいですね。うん、やっぱ、社長だけありますね。<laughs> 僕だったらね、まあ今だったらできるかもしれないですけど、当時の器だったらその考え方はできないかもしれないですね。ていうかもう、従業員は僕やわないんで、 うんまあ、僕の場合はね、あの就職して、あの一回、その会社がね、倒産しましたからね、そこの会社がね。一社ようやく就職できたと思って、半年ね、後、倒産しましたけど、まあ人生、何があるかわかんないですね。そんな感じだったんですけど、今こんな感じですから。行ってらっしゃい。